さんです、今日はですね、犬の触れ合わせ方、犬同士をね触れ合わせるときにこういうところに気をつけたらいいよというところをね、はい、皆さんにお願いというか、動画にしてみたいと思います。それでは、撮影場所に行ってみましょう。大きいお友達やね。うちの子も大きな子大好きなんです。ほら、遊び。これ大型犬の飼い主さんからよく聞く悩みになるんですけれども、相手のワンちゃんは大丈夫かもしれないけど、こっちは大丈夫じゃないんだよというパターンです、はい、もう食べられてしまうわ。もうやめてほしいわ。そう、はい、ミーシャちゃんでした、はい、前から犬来ましたね。あ、こんにちは。ワンちゃん大丈夫ですか？大丈夫です。はい、はい、こっちも大丈夫です。必ずね、人間同士挨拶してから、それで、でね、触れ合わせるときはね、一頭ずつの方がいいと思います。負担になるので、まだ、あ、で、またそうそう、お尻に寄って、はい、あ、ロイおいで、はい、お尻に寄って、はい、はい、一頭ずつね、はい、はい、賢い。で、人間はね、手の匂いからして、犬とね触れ合うようにしてください。トラブルもなく犬同士を触れ合わせることができると思います。で、このパウちゃんが今ね加えてるね、まあ枕みたいなやつなんですけども、でこれはもうパウちゃん自身がこれを噛んでるとちょっと非常に落ち着くということで、噛ませてます。で、こういうね、なんか愛犬に、自分のワンちゃんがこういうものがあると落ち着くよというものを飼い主さんが覚えておくっていうのも一つ大事かなと思います。フレキシリード、結構トラブル昔から言われてますけど、最近また非常に増えてきましたね。大型犬の飼い主さんでフレキシを使う人が非常に増えてきてたのは非常に残念だなと思います。コントロールできませんし、事故が起こった場合はもうフレキシの方はもう断然に不利になると思っていただけたらいいかなと思います。もう自分の犬を責任持って飼うっていうのを放棄してるなって私は思ってしまうんですけども、そういう方には一切近づけません。もうフレキシね、ご覧のようにね、もう自由に動けてしまいますから、戻すことができないですよね。戻すことができない。こういうふうに自転車通った時にね、あの細いこの糸が見えませんので、事故が非常に多いので、気をつけてください。いや、俺の使ってるフレキシは紐見えやすいから大丈夫だよとか、そういう問題ではないので、自己責任でという問題じゃないです。危ないです。めちゃ普通やん。めっちゃええ子やん。なんかこう、私らの出す気があんねやろな。ランよし、はい、よしよしよし、はい、いい子、はい、はい、はい、いい子ちゃん。ラマ上手になったね、ご挨拶ね。だから、ママやったらね、もっと。